コント水のトラブル。へいらっしゃい。こちらへどうぞ。早速ですが何かお困りでしょうか。こいつが触ると水が全部メロンソーダになっちゃうのよ。はい、コントやろう、コント。生きることが苦しかった時、ハルトさんが手掛ける温かいコントに人生を支えてもらった。本当にこれ面白いと思ってやってんの？はい、お疲れ様。一緒にやったこの10年全否定すんのか？なあ、どうなんだよ！前はどうなんだよ！まあでもほら、ハルトとはね、家の事情が違うから。俺はもうあの人と親子の縁切ったつもりだから。でも実家の酒屋のこともあるし、夏美は結婚したい空気出してくるし。おめえと組むんじゃなかったわ。じゃあやめたいって言えよ。家に帰る途中にパソコンもスマホも入ったカバンを川に投げ捨てて、そっから1ヶ月間家から一歩も出られませんでした。純平と俊太、この二人が揃えばどんなに苦しい状況でも軽々突破できると思えた。最初はグーじゃんけんほい。廃人のように生きてました。いつしかマクベスは私の人生の支えになりました。最後に大事なお知らせがあります。マクベス解散することになりました。後から振り返った人生がくだらないコントのように見えたとしたら、それはそんなに悪くない人生だったと思えるんじゃないか。日本 TV